さあ引き続きやっていきましょう。どんどん地下行くべ行くべ。方向が合ってるかどうかは知らぬ。合ってそうですね。ふっ。お、敵さん、ジークさん、来てくれてもええんやで。極み。ジーク、サイカ。お前ら強えな。まあいや、せっかく解放したろう思ってきたのに、もう逃げとったんかい。気が短いのさ。それよりいいのかい、こんなことして。もともと宝刀息子。反抗期じゃ反抗期。ホムラ、こっちや。ついてき。行くで。ジーク B アルティメットゲームが再びパーティーに加入。というかジークにはさっきの子合うんじゃねえか。映せないかな。よっしゃ。で、来たね。ブレイド管理、ブレイド同調で、ジークさん、あなたも引いといて一匹。一匹って言うな。一体。なんか出たぜ。回復？なんかふわっとくるね。アニメーションオンにしてるときは、かたくなに来ねえくせによ。必殺技が命中したとき、確率で 60%。動きを止める。回復と言っているが、そんなに、でもエーテル力補正 10% とかだから、エーテル型かもしれんな。というかさ、ダブルで雷なんだわ。エーテル力上がるか、微妙に噛み合わせが良くないな、そういう意味では。多分。まあ、使ってみたら、意外と、みたいなところあるかもしんないんですけど。グレンはどうな？ヘイト獲得。あんまり集めるとね。まあ、やっぱこれだな。ああ、渡せないか。まあ、仕方ねえな。今までの、私の引きがやばすぎた説はあるな、これ。めちゃめちゃ噛み合った引き方してたんだね、こうしてみると。覇王の心眼が渦きよるわ。必殺技のリキャスト量がアップ。ジークさん結構溜まるまで時間かかるからな。渦きよるわ。ジークさんは壁もできなくはなさそうだから、できればマッハ準備。マッハ、まあ、この辺で次のキャンセルの準備でもしておきましょうか。で、アーツ強化。なんだこれ。読み方。アルティメットライトニングブレード。過去適当。あ、え？お前、エーテルなの？エーテル力243。あ、こいつ！え？意外とエーテル型じゃん！ちょっと待って。攻撃。パープルサンダーエッジ。筋力補正。だよな。絆が最高の時、うんたらかんたら。まあでも、属性的な兼ね合いがあるからね。さすがにそのままですが。というか、絆リーング。早く仲良くなってね。で、アシストコアは6に生成もしてないから、強化しようぜ。強化しようぜ。というか、もっと強化すべきやつ他にいるだろう。お、この辺だよな。どうしよっか。ガード率がね、せっかく、ガード率を維持しつつ強くなる装備がいいんだけど。あるいは素早さ上がるとかさ、回避とか。筋力アップはいいんだが。まあ、その辺の兼ね合いだとなかなかないね。てか、あれだ。イダテンくっそ弱いな。どうしよっか。意外と見ての通り数があんまりなくってな。ヘイトダウンのステルスボールでいきましょうか。これでもちょっと火力上がるから今までよりは群を抜いてマシなはずだぜ。
ガード率が上がりますがね。そら、あれだな。この辺は、何かとりあえず雑でもいいからつけといた方がいいね。ヒスイちゃんは、ボールメーカーの子か。まあ、ウッドでいいんじゃない？雑強化。だけど超強化だぜ。で、この子は、フラワーかな？アメシストってのがあるけど、あんま強くねえな。よし、じゃあ余ったので適当に配るよ。あれ？こっちの方が強くね？いや、待て。あれだ、特殊効果だ。特殊効果が大事なんだよ。フラワー。まあ、何もつけんよりはマシ。この辺もっといいの欲しいね。よし。まあ、こんなもんでいいじゃろ。こうしてみると、サイカいいな。初期捨て。で、これだよな。アルティメット、なんちゃら、かんちゃら。でも、ダメージ倍率すごい高いな。ライジングで特殊効果は特にない。というか、意外とこの技がリキャスト長いのか。マシーン特攻、これから機械増えそうだからね。まあでも、機械じゃないときは、あんまり、いや、待て。それでもリキャストがね。範囲でええんか。どうしようかな、これ。悩みますね。おー、リキャストもう短くなったぜ。ジークさんに今欲しいのはリキャストの短さなんだよな。割と二つ強化したら短くなりますね。よし。まあ、初期で行くか。これは？やっぱ火力は魅力的でござるよ、これ。ライジングっていうのが、まあ強いんだよな。正面から殴るだけでいいっていうのは非常にお手軽だから、ちょっとライジング切るか。まあ、メノーさんが頑張ってくれればいいしね。これで行きましょう。いや、でも今はメノーさんいねえんだよな。でもそれを言うならダウンさせるレックスもいねえし。行くぜ。こんにちは。顔パスだよ。うん。後ろ？おつきおつき。うい。見つけたぞ。一つ思い出が増えたわね。お邪魔。見つかっても。やんのかこら。おれ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 。というか一回目から溜まってんのマジ強えな。行くぜ。おお、この技か。いいね。威力たっけ。おりゃ強い。にしてもうるせえな。眠気飛ぶぜ。よし、あの、もう終わってますよ。お、絆来たね。あ、でも鍵が開いただけだから今はまだいいわ。素早く正確に開け花過去に思いを馳せるのも良いものです。さすがに会場の方が無理だな。こっちは外れか。見つかってもうた。荒手か。えっ、やべえよ。おりゃー、おりゃ、次どこ行けばいいのかわからないぜ。おりゃ、強い、マジで強い。よし、
踊りやドスコイ。なんかこの人詰まってないか。よし、とりあえずこっから出たいんだが、閉じ込められてるぜ。転んじゃったよ。ふう。おりゃ。でもスペルビア兵の方がうるさいからな。もうちょっとあれだよ、ボイストトレーニングをした方がいいぜ。ゾリアー、ごちそうさまっぽ。忘れちゃうよね。これさっきの方が当たりか、というか一旦上に行くのか。よし、エンジンチップでですね、キャラクターでレックスくんの装備さ、いいのつけてんだよね。これちょうだい。よし、オートアタックのダメージが上がる。他はブレイクの有効時間が伸びる。素早さが 21% 上がる。絆の距離、オートアタックの火力アップ。ああ、ヘイト、ちょっとあれだね。減少量っていうのが、まあ、放置でも影響すればいいんだけど、この人はちょっとダメージが高すぎて、ヘイト稼ぎそうだからね。で、さっきのは私のサルベージのあれの成果でして、なんか、ふわっともらった割にはめちゃくちゃ強い気がするんだよね、このギャラクシーキューブ。要するにすぐに必殺技とかが打てるようになる的なやつですな。アーツか。非常に重宝していました。だからレックスくんのデュクシデュクシ、あれ？これ戻ってきてないか。戻ってきてるな。ここか。スイ。危ねえ危ねえ。戦ってる間に方向感覚がむちゃくちゃになってたな。さて。で、大丈夫か？平気。かすり傷さ。せやけど、ボン、いっつも傷だらけやな。ホムラに命を半分もらって、楽園に行くって決めてから、毎日こんな感じさ。でも懐かしいっすね。もうちょっと嬉しいんだ。ドライバーとブレイドの証っていうか、二人の絆みたいな気がしてさ。頼んますぜジークさん、保護者として。おぉ、スドリアオリア。おぉ、近かったぜ。なんか物騒な機械だ。おい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 、これはやべえな。これは高速柱のようね。前を見て。なん？怖い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 。加速器。皇国イーラで同じものを見たことがある。どうやら私たちを跡形もなく消す気ね。いけるんか。出力を絞って目いっぱい収束させれば、ここを狙い撃ちにもできるけど。ここの人たちが
本当にイーラの人たちの末裔なら、私には伝えなければならないことがある。そう、なら任せる。ありがとう、ひかりちゃん。来たわ。こんにちは。すまぬな、天の聖杯。そなたに直接の恨みはない。だが、世界のためだ。この場で消滅してくれ。それがあなたの望みですか、ゼリヒオ。それは、そなたの望みでもあったはずだ。英雄アデルと共に歴史から姿を消したあの日から。始めろ。やばい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 。ホムラー！レックス！エーテル加速器。なんだいそれ。大昔に作られた玄武のエーテルエネルギーを利用した兵器や、ちゃんと修復されとったとはな。親父のやつ、あれでホムラを消し去る気や。あんなもん使ったらどんなブレードかて再生できへんで。そんなことさせるもんか。天の聖杯なら耐えてしまいそうな気もするんだがな。まあ、凄まじい兵器アピールをしてくれてるので、起動はさせないぜ。そう、説明したから、もう実際に撃つ必要はないじゃろ。ほらほら、行くぞ。行くぜ。おりゃー。強い。ほら。威力やべえな。まあレベル差もあるんだろうけどな。でも最近私裏でクエストとか消化してないぜ。それでこの威力。すっげえよ、切られてますが。おりゃー。まあでも所詮モブ兵よ。おりゃよ。まだいたのか。引っかかってんじゃん。あー、ホムホム。おーい、大丈夫か。これアップできねえかな。まあでも意外と余裕そうだから、とりあえずトトを救うべ。おりゃー、吹き飛んだぜ。チーン。あん？くそ、次から次へと。レックス、急がな、ホムラ。分かってる。でも許せよ。お前言い訳してばっかだな。しまった、ホムラ。させへんで。強い。足りんか。花チェンジ JK モード、下から押し上げるも。了解ですもん、ご主人。怖くない？そこも熱でヤバそうなんだが。花ちゃんやる。あぶねえ、怖え。おいおい、外。あー、そんなレーザー治療だぜ。ほくろの一つや二つ、完膚なきまで除去できることだろうよ。あぶねえあぶねえ。外れた。やってやるって、あいつら止めたよ。
ホムラ。500年だ。500年の間、我がルクスリアはサンクトスチェインを秘匿してきた。なぜかわかるか。聖杯大戦で皇王国イーラは滅亡し、国の英雄アデルも帰っては来なかった。皇王国イーラはあくまで英雄アデルを中心にまとまっていた国だった。だが父祖たちはそうではなかった。わいらが英雄アデルの血脈やないやと。そうだ、我が王家はイーラにあっては暴流、戦後の混乱に乗じて今の地位を得たに過ぎぬ。それやったらただの三奪者やないか。そういう時代だったのだ。そうまでしても国を存続させねばならなかったのだ。アデルの名前を使おうてでもか。主亡き後のイーラでは多くの血が流れたという。それをルクスリアとして一つにまとめるには必要なことだったのだ。英雄が英雄として強すぎた弊害ですな。世界を救った英雄の伝説は人心に深く根付いている。それを市政に利用したというわけか。それでも世界を二度と焼かせないという思いは本物だったのだ。何綺麗事言うとんねん。早い話がうまいこと権力の座に収まっただけやろ。ムカつくわ。歴史とはそういうものだ。我がスペルビアだっていつそうなるか。ああ、軽々に攻めることはできんが。アデルって人は本当に帰ってこなかったの？記録では天の聖杯を封印した後に行方知れずと。おそらくは帰国。いやー、死んだって確認できてないのならいるかもしれない。行方知れずではありません。何と言った？天の聖杯。彼はアデルが全て予見していました。国が滅んだ後、人々がどうなるかを。でもあえて戻らなかった。アデルの意志でそうしたと。なぜだ？我が行員たちよ、私はアデルホルド。私は今日ここに天の聖杯を封印する。しかしそれは永劫のものではない。いつの日にか我々人が天の聖杯にふさわしい存在となれた時のため、彼女を後世に託そうと思う。彼女は希望だ。人がより良き存在として生きることができた時、彼女はきっと答えてくれるだろう。その日が来ることを信じて、我が願いとともに。それ片方売ろうとしてたじゃねえか。クッソ大事じゃねえか。反対方向かな。その上で彼は迷う私に言ったんです。これは試練だと。私が眠ることも試練。そう、これは我々人間が越えなければならない試練だ。でなければ君たちと共に歩む資格はない。歩む資格。
私には分かりません。単に人間とブレイドとの共存を指したのか、それとも、でもそれは覚悟だったと思います。人が生き残るための。あかん。ルーカ。何事か。玄武が我々の政治を外れ分解へと沈み始めた。何まことか。変なビーム打つから。サイガ。何が起こっているのです。まさかさっきので。どういうこと。玄武の制御にサンクトスチェーンが使われとる。さっきエーテル加速器使うたやろ。多分玄武に流れているエネルギーが逆流して過負荷に耐えられへんかったや。壊れちゃったってこと。うちの言葉も届いてへん。このままやとどんどん深く潜ってしもうて。そんでアホが、あないな骨董品使うから。お前や。今回は密度的には水とほとんど同じなんだ。深く潜ればそれだけ圧力が高くなる。500も潜れば人間なんてぺちゃんこさ。そんな圧力がこの玄武に。深度は今なんぼや。およそ2200メルト。1分につき120メルトの速さで沈んでいってます。外角の限界深度2万5000が限界かと。こんなの持って3時間でどこかいな。カメちゃんのくせに計算早っ。アホ言うとる場合か。王宮の南塔に耐圧ポッドだ。お前らだけでもそれに乗って逃げ。ジークや町の人たちは。お前らのことはええから。ええって、そんなことできるわけないだろ。何か方法はないのかよ。みんなが助かる方法は。玄武のコントロールはサイカしかできない。そのサイカが無理ならあかんやろな。あとはできるだけ多くの人間。ジークさん、やっぱさ、左の方の胸に何か抱えてない？気づかないか。ひびが入ってるようなあれが見えるよね。カッコつけてるだけかもしれんが。その場所は玄武の頭の王宮の南から石柱を通って先。私が行きます。行くってとしちんは、元はといえばサーペントの制御コア。そしてサーペントは私のデバイス。断言はできませんが、私になら直せるかもしれない。ホムラ。ホムラちゃん本気なのかも。さっき殺されかかったのに助けるのかも。それはそれ、これはこれってレックスなら言いますよね。そう、レックスも止まんねえからな。おう、そうだな。だからです。ホムラちゃん、わかったもん。そういうことならトラもハナも手を貸すも。仕方ないね、ビャッコ。元よりそのつもりです。そういうことだから邪魔すんじゃないよ。いいね。そなたたちは命を張るというのか。天の聖杯を抹殺せんとしたこのルクスリアのために。国のためなんかじゃない。では何のために。王様なんだろ。なら言わなくたってわかるよね。レックス、そなたはメレフ。
仕方ないな。言うてロマンチストだから協力してくれるよ。サンクタステインのある場所詳しく教えて。おう、ついてこい。案内したるわ。ジーク。親父、万が一に備えて住民の避難を。まあ、わいらが行くんや。万が一なんて起こらへん思うけどな。承知した。時間があらへん。急ぐで。なあ。よっしゃあ。気になるところですが、動画としては区切りがいいので、ここからが次回だな。街の中の遺跡。ええー。あまりの遠さに心折れたもん。よし。では、行きましょうか。